カレンちゃんは日本中央競馬会に登録されている競走馬である。馬名は冠名愛称より。主な勝ち鞍は2011年のスプリンターズステークス、2012年の高松宮記念。12月26日、阪神競馬場で行われたダート戦200メートルの新馬戦に武豊が騎乗してデビュー、一番人気に支持されたが2着に敗れる。1月16日、ダート戦200メートルの未勝利戦に出走し一番人気の支持に応えて2戦目に初勝利を挙げた。続く2月7日、萌え偽証に2番人気に支持されて出走し、後位追走から直線抜け出して勝利した。続いて3月14日、フィリーズレビューに6番人気に支持され、出走、直線中段から伸びきれずに8着に敗れた。その後5月15日、青いステークスに2番人気に支持されて出走、道中は先行集団につけて直線では内をついてゴール前100メートルで抜け出して先頭に立ったがゴール前でKIデイジーに差し切られ2着に敗れた。続く6月19日、潮騒特別に2番人気に支持されて出走、道中は先行グループにつけて進み直線では力強く抜け出し2着に2馬身半差をつけて快勝し、休養に入った。2011年阪神牝馬 S 年が明けて1月23日、伏見ステークスから始動し、1番人気に支持されたが、先行して直線伸びきれずに3着に敗れた。続く2月19日、山城ステークスに出走、先行して直線入り口で逃げ馬を捉えると後続を突き放し、ゴール前。手綱を抑える余裕を見せて快勝した。自走阪神牝馬ステークスでは1番人気に支持され、道中は後位集団につけ直線では内から伸び2着に半馬身差で勝利し、重賞初制覇となった。2011年スプリンターズSその後3ヶ月の休養を挟んで7月3日、函館競馬場でのサマースプリントシリーズ第1戦、函館スプリントステークスに1番人気で出走。集団から直線では外に持ち出されると末、足を伸ばし、ゴール前で逃げ切りを図る TMO 高を捉えて、コース対レコードで重賞連勝を飾った。8月28日に札幌競馬場で行われたキーンランドカップでは1番人気に支持され、道中 2.3 番手につけると直線で早めに先頭に立ち、BB ガルダンを首差を抑えて押し切った。これで自身4連勝。重賞は3連勝となった。続く、スプリンターズステークスでは、やや後方待機から出走馬中2番目の上がり3、ハロン 33.8 秒の末、足を繰り出し、パドトロは 2.3、4馬身差をつけ、陣営初挑戦を見事に勝利で飾った。その後、陣営は、香港スプリントの招待を受諾した。香港スプリントでは 4.5 番手に待機し、レースを進めたが、直線で伸びを欠いて5着に終わった。2012年、高松宮記念3月3日のオーシャンステークスに1番人気で、出走、中段の 7.8 番手からレースを進めたが直線で、伸びきれず4着に敗れた。春の GI シリーズ初戦となる3月25日の高松宮記念では、直線後位から抜け出して、サンカルロの追撃を抑え、GI2 勝目を挙げた。牝馬によるスプリント秋春制覇はフラワーパーク、ビリーブに続き史上3頭目である。9月30日のスプリンターズステークスではスプリント GI3 連覇を狙い出走。しかし、ロードカナロアにかなわず2着に敗れた。香港スプリントでは出遅れが響き7着。そのレースで引退。2013年1月20日に京都競馬場で引退式を行った。ありがとうございます。